ケルテース・アンドル・ケルテースとロベールドアのケルテース、アンドル、アンドレ・ケルテスは、ハンガリー出身の写真家。本名は性を先に表記するケルテース・アンドルだが、日本ではフランス語からの紹介が多いために、役者によってフランス語風に、アンドレ・ケルテスと表記される場合が多い。ブダペストに生まれ、アメリカ合衆国のニューヨークで没した。 戦艦機に活躍した写真家に多いハンガリー出身者たちのうちでも特に重要な一人である。ケルテースは優れた構図を持った端正な写真作品を多く残した。ディストーションという歪んだ胸像によるヌードのシリーズも残している。彼のイメージは計算された構図とデザイン、そして軽妙な面白さに特徴がありました。どこにでもありそうな普通の風景が彼の手にかかると、 不思議な魅力を持ったアート作品になる。ありがとうございます。